吉崎達彦は日本のエコノミスト、総実総合研究所取締役副所長を経て、同チーフエコノミスト。韓米の名前で親しまれ、米国などを中心とする国際問題研究家でもある。富山県富山市生まれ。県立富山中部高等学校を経て、1年の老人生活の後、1984年に一橋大学社会学部を卒業し、 総合商社日商祝いに入社。同社調査、環境部、トレードピア編集長を経て、1991年からブルッキングス研究所客員研究員。1993年から早見優代表幹事の秘書として経済同友会調査役に出向。早見優代表幹事退任に伴い、1995年から日商祝い調査、環境部に戻り、日商祝い。 総合研究所調査グループ主任エコノミストなどを経て現職。社団法人世界経済研究協会常任理事、NPO 法人岡崎研究所理事、特別研究員 NPO 法人ミレニアムプロミスジャパン理事なども務める。政治外交、経済両側面にわたる調査、評論を行っている。また、韓米のハンドルネームでホームページ、 サメイ通信を主催、同盟のニュースレターを発信している。韓米の名の通り、戦国武将、黒田義孝を尊敬しており、研究している。2013年、富士災系グループ第14回正論新風賞、受賞。広銀経済研究所、マネ会の怪人たち講談社、第8回一橋大学中部アカデミアシンポジウム、グローバリズムとナジョナリズム。 ブレクセット、トランプ政権、そして EU の運命は、マイナスを開催しました。国立大学法人一橋大学、吉崎達彦氏、マネースクエアジャパン、日本教済みの天持ち東京商工会議所、第3回今後世界は、どうなっていくのかその中でエネルギーは、その1、火災市に、正論大賞贈呈式新風賞の吉崎氏、特別賞、 国民の憲法基礎委メンバーも、安倍首相も祝福。ありがとうございます。